リンゴアイドル赤リンゴ、今日ものびのび成長中。収穫の季節、北海道くん。なんか違うってプロデューサーさん、いやー、今日のレッスンでトレーナーさんに言われたんですよ。アイドルに慣れてきた今こそひたむきな努力が大事なんだって。だから私にできそうな自主練をしてみたけど、なんか違うなーって途中から迷走してたかも。やっぱりひたむきに頑張るってなんか違うんですよ。そんなに頑張ってもなーってつい思っちゃうんですよね。プロデューサーさんからのアドバイスがあれば教えてほしいんごって感じで。あ、そもそも話しかけたってことは用事でした？りんご郎さん新作グッズの話とか。違う？息抜きのお誘い？なるほど。じゃあ息抜きしましょうか。いつから？週末ですね。わかりました。せっかくのオフなら外でのんびり過ごすのもいいな。じゃあ楽しみにしてるんご。王道のウサギにアイドルっぽく、音符とハート、それから一応だけどりんご郎さん、もちろん全部山形りんご。プロデューサーさんに見せるお弁当ですし、アイドルっぽく可愛くしとけばいいかなって。メインは山形りんごのアピールですけど、あとリンゴの飾り切りは得意なんで。作ってて楽しかったかですか？どうでしょう。考えてなかったな。楽しいことなら頑張れる？別に頑張ったわけじゃないですけど、ささっとやっちゃいましたから、ささっと。あ、でも途中でいろいろ考えてました。プロデューサーさん、りんご郎さんのこと気に入ってるから入れようかなとか、あとはプロデューサーさんが食べる時の笑顔とか。そしたら順調で、そう考えると確かに楽しんでたかも。ただ頑張るのは難しくても、楽しければ頑張れる？そうですね。プロデューサーさんにいいこと教えてもらっちゃった。